おととい土佐清水市で足摺祭りが開かれ、およそ7500発の花火が見物客を魅了しました。厳しい暑さの中、キララ清水保育園の年長組の園児たちによる太鼓の演奏で開幕した今年で62回目の土佐清水市の市民祭足摺祭り。5年ぶりに通りでの踊りが復活し、よさこいチーム美南や清水ダンススタジオなど4組の踊り子隊が登場。可憐で華やかな演舞やキレのあるダンスを繰り広げました。一方、平田清水保育園の園児や伊南病院の職員らは、地元で馴染みの足摺音頭に合わせ伝統の足摺踊りを披露しました。初めて見させてもらいました。すごい元気があってよかったです。そして夜になるとお楽しみの花火です。臨場感たっぷりで迫力ある花火が楽しめることから、今年から頭上花火大会と名付けられ、清水港を舞台に光のショーが繰り広げられました。うわーでかー、でかあー、おもろすぎる。大丈夫大丈夫。中盤には4つの花火業者がそれぞれ制作した花火や、土佐清水市の小中学生が願いを込めたメッセージ付きの花火などが次々と夜空を彩ります。また玉の直径が30センチ近い、いわゆる尺玉も30発打ち上げられました。およそ7500発の花火が港町の夜に輝き、市の内外から訪れた大勢の見物客を魅了しました。